皆さんこんばんは。バーディオニソスの世界へようこそ。本日はワインの素朴な疑問にお答えしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。マスターって、ソムリエの資格もお持ちなんですよね。あ、そうですね、はい。これはシニアソムリエのバッジです。でこちらがシニアバーテンダーのバッジです。あ、そうなんですね。はい。でちょっとそんなマスターにご相談なんですけれども、はい、家でワインを開けるときに、はい、結構なかなかこううまく開けられなくて困ると言いますかね、結構失敗しちゃうことが多くて。わかりますよ、わかりますよ。あれってなんかうまくやる方法とかあるんですか？そうですね、一応コツあるんですけど、はい、こういうソムリエナイフ使ってます、はい、いや、これあ、そうです、それです。これね、僕あんまりやったことないんで、これでよければコツ教えます。すごい簡単なんで、開け方簡単なんですか？なんか意外に難しそうに見えますけど、本当に100円ショップとかでも売ってるし、500円ぐらいで普通に抜きやすいのとか売ってますよ。まあ、もう高ければ高いほど、まあ、いいっちゃいいんですけど、うん、簡単なんでこれでよければ教えますよ。あ、ぜひぜひお願いします、はい、まず、はい、これを切っていくんですけど、まあ、このちょっとこうポコってなってますよね、ワインって。かな、大体ポコってなってるとこあります。下を切るのが一番切りやすいです。例えば真ん中とか切っても全然いいんですけど、上とかでも全然いいんですけど、下の方がまっすぐ切れるんでやりやすいです、まあ、実際に開けてみますね、はい、切って、はい、こちらから一回ではいかない方がいいですか？あ、1回ではいかないですね。大体こうして、でこう切れてない部分をもう一回こうちょっと切る、はい、っていう感じですかね。こう切って、でここをちょっとこう剥がすような感じで。あ、今切り口入れたところ剥がしていくような感じですか？あ、剥がしていくんですね。そうですね、これで大体このままこう綺麗に剥がれるんで、はいはいはい、でそしたら、まあ家で飲むのとか全然あれなんですけど、はい、一応こうちょっと液漏れしてたりとか あるんで、こう軽く拭いてもらって、うん、でこのコークスクリューのこう、はい、最後のとこ切れてるじゃないですか。そのねじれてるのがコークスクリューっていうんですか？そうですね、コークスクリューなんですけど、ここの切れ目のところを真ん中に当てます、はい、ど真ん中に当てます、はい、で少し押し込んで、うん、でグッと立てると真ん中に入ります。寝かした状態から。そうですね、そのもう一回。そうですね、はい、こうなってる部分をいきなりこうやってやろうとすると、はいはいはい、大体真ん中に入んないんですよ。あ、そうするとワインコルク割れちゃうんで、はい、これを垂直に真ん中に合わせて押す、はい、押し込む、でそのまま力を入れて立てる。そうすると大体真ん中に合います。なるほど。でそのままこう落としていきますよね、はい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 、でまあいいところで、まあ、2巻きぐらいのところですかね、うん、でこうここに引っ掛けて、テコの原理でグッと開けてもらって、お、簡単に抜けるんで、真ん中に入ってると本当にそうね、こう見てもらえると真ん中に入ってます。なるほど。でそのままグッとここまで上げたら、今度このまま、あ、最後は人力。そうですね、人力です。抜く感じですかね。意外と長い。コルクの長さとかにもよるんで。はいはいはい。こういう感じですかね。おで。こうやって見てもらえると、真ん中に入ってるのがわかると思うんですよ。全然簡単そうですね。簡単そうで、簡単ですよ。で一回拭いていただいて。
訂正しますね。ボディもしっかりしてて美味しいです。ちなみに結構、はい、あのお連れ様とレストランとか行ってワインみんなで飲むとかあります？あーたまに、うんうん、そういう時に最初にワイン頼んだ方、はい、ホスト、はいはいはい、まあ、ホストテイスティングすることが普通なんですけれど、はい、そういうのって例えばホストにこのぐらいつくんですよ。はいはいはい。それで味を見てもらう。ありましたありました。ちょっとこう見ていただいていいですかね。お味大丈夫ですか、はい、で大体この後にゲストの方に、うん、通常の量を注いで、はい、でまた最後にホストに通常の量を注ぎます。あ、そういう順番があるんですね。そうです。大体一杯の量としてはワイングラスのこの広がったところすぼまっていく手前ぐらいが大体一杯ぐらいです。うーん、ええ、そうなんですか、ええ、ちなみにこの時に、はい、ワイン変えてくれとかっていう人たまにいらっしゃるんですけど、はいはいはい、一応その最初に、まあ、ソムリエってそもそも王侯貴族の毒味役だったりするんで、うん、ここでこう味見てちゃんと悪くなってないなっていうのを調べて、うん、でさらにホストテイスティングしてもらってるんで、その時点で断られたりとかすると、うん、変えることはできるんですよ、はいはい、ただワイン自体がまあ、部署根とか行ってその香りだとか味が悪くなってる場合って結構あるんですけど、うん、それ以外は料金取られます。そうなんですか、だからその味が悪くなってないのに、うん、ちょっとこれ違うから変えてくれっていうのは抜粋しちゃってるんで料金発生してるんですよ。そうなんですね、じゃあそのやっぱりそもそもこう好みに合わせて出してくれてるから。そうですね、大体、うん、例えばお客様の方で何をくれっていうか、もしくはこういうのをこういう感じの重いめのワインだとか、例えば軽めだとか、はいはいはい、フルーティーなワインちょうだいとかって多分言われてると思うんですよ。でそれをプレゼンしてこれでいいですかっていう風な確認してると思うんで、その時点でで OK で抜栓をした時点で味が悪くなってなければ、要はそのワインとして出せない状態でなければ、うん、料金は発生しちゃいます。あ、じゃあ好みで、はい、その変えたいっていうのは抜栓した後はちょっと、まあ、NG ではないけれども、うん、料金はかかっちゃうよねっていう話。そういう話です。あ、そうなんだ、だからその辺はちょっと気をつけた方がいいと思います。あ、まあね、料金はかかっちゃいますよとは言われると思いますけどね。やっぱりなんかいろいろ伝えた方がいいんですか、その好みであったりとか。そうですね、例えばそのレストランとかで、うん、ワイン頼む場合、はい、特に一番気になるのが、はい、いくらするか分かんないとかあるじゃないですか。 ありますね。メニューをご覧になるか、もしくは好みを言ってそのソムリエだとかスタッフの、はい、レストランのスタッフの人に任せるのもいいと思うんですけど、その時は必ず予算行った方がいいです。あ、例えば1万円ぐらいでこういうワインを選んでくれとか、はいはいはい、8000円ぐらいでとか金額行った方がいいです。結構大変なことになっちゃう場合あるんで。確かにちょっと忘れそうですね、そこ伝えるの。そうですね、はい、それは確実に行った方がいいです。あとは例えば赤でも白でも自分のその好みのブドウ品種、例えばカベルネソービニヨンとかピノノワールとかいろいろあると思うんですけど、そういうのを覚えておいると、まあ選ぶときに間違いが少ないですよ。例えば誰かに頼むときもカベルネソービニヨンで選んでほしいとか、あと予算ですよね。あとはメニューとかでもカベルネソービニヨンとかピノノワールとか書いてあるんで、そうするとカベルネソービニヨンで選んだ方が好み的に間違いは少ないと思います。そうなんですね、いやなんかすごく勉強になりました。あ、本当ですか、ありがとうございます。これでもうレストラン行くのも怖くないし。そうですね、まあまあ何かあったらいつでも私でよければ聞いていただければ答えられる範疇で対応させていただきますので、もう何でもお気軽に声かけてください。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本日は
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけると大変励みになります。ぜひよろしくお願い申し上げます。